2時からはコラムの花道。今日はアメリカ在住の映画評論家町山智博さんです。 TBS ラジオストリームをお送りしております。2時になりました。火曜日2時のコラムニスト、サイゾーやテレビブロス、そして週刊現代などの連載でおなじみでございますね。アメリカカリフォルニア州はバークレー在住の映画評論家町山智博さんです。町山さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はいはい。なんか最あの引っ越しももうだいぶ時間経ってますから、いろいろね大変なんですけどね。あ、そうですか。こっちですね、夏時間が始まりましたよ。あ、もう夏時間ですか。はい、今3月ですけど、はい、もう夏なんですよ、こっち。あ、本当に暑くて。あったかいの？暑いです、すごい暑い。もうみんな T シャツに短パンですよ。はらら。はい。なんかね、T シャツに短パン。暑い。はい。なんか車が大変なんですって？あ、また車でね、あの車もなんか縁起悪いんでね、もう。あの車ってどういう車ですか？あの前にあの壊れてお金かかっちゃった車ですけど、はいはい、オーバーヒートしてですね。はい。で、今引っ越しでこう荷物を積み込むんで、うん、こう後ろのハッチバック開けてたらですね、一瞬の隙にあの近所の猫のですね、フレディっていうのが入り込んだらしくて、名前ももうフレディって分かってるんだ、犯人。いや、もう出てくるのは見えなくてからね。で、なんで入っちゃったのかなと思ったら、なんかすごい匂いなんですよ、おしっこしちゃったんですよ。あれ、で、猫のおしっこって車のその床に入るともう取れないんですよね、これ。猫のおしっこはもうどこでも臭いですね。臭いんだ。ねえ、はい、でも普通洗ったりすればいいんですけど、車の中だから、電気系統に水入っちゃうから、使えないでしょう。つまり、野良猫が車の中に入って、そこでおしっこしたってことですよね。野良猫には近所の猫ですけどね、隣の猫ですけど。隣なんだ。隣のテリさんの猫ですけど。もう大変ですよ。もう、これでもう匂いが何しても取れないから、ベーキングパウダー巻いたりして、で、全然取れないんで、で、どうしたらいいって車屋に聞いたら、廃車かねえとか言ってましたよ。車や廃車。猫に押し越されて廃車になるとは思わなかったですよ。それ保険適用できないじゃないですか。できないですけど、だってこれ誰も買ってくんないでしょって言われたんですよ。こんなに臭いと。そんな臭いの？もう暑いから大変ですよ、なんか運転してる間も。あららららららら、災難ですね。またでもいいことありますよ、そういう悪いことがあったら。そんな放尿プレイですけどね。フレディの。フレディの。フレディの放尿プレイ。いや、大変ですよね。はい。まあ、じゃあちょっと気を取り直して、今日のお話を。今日はね、お伺いしましょう。アメリカ人はね、何でもランキングが好きでね、何でもかんでもランキングしてベストとかワーストとかいうのが好きなんですけど。まあ、日本もね、最近あれですけど、まあ、元祖ランキング人種ですね。ねえ、だって、日本は例えば総理大臣のベスト10って、史上の、なんて歴史上の総理大臣ベスト10なんてやんないでしょ。やんない。数少なく福田和也さんが本書いてますけどね。あれ、総理大臣のランキングしてるんですか？ランキング、そう。全員ランキングしてるんですか？全員ではないかな。あ、でも目立ったところやってますね、明治。あれ、全員ランキングしてワーストまで出すと面白いんですか？でもランキングじゃなくて、まあ、寸評のあれですからね。ああ、うん、順位をつけた方が面白いんですよ。そうね。だから、でも一人だからね、そういうの。つまり本みたいなもんなんでね。ああ、そうか。アンケートしてるわけじゃない。投票しないとダメですね。うん。はい。で、アメリカは何でもかんでもランキングするんでね。歴代大統領ランキングっていうのをやってるんですよ。うん。で、まあ、やってるっていうか、あちこちでやっててですね、うん、歴史学者がやったり、ギャラップっていう、まあ、国勢調査とか、国勢調査じゃない、国民の意識調査をする会社がやったりですね、うん、あと、まあ、CNN がやったり、US ニュースがやったりとか、いろんなとこやってるんですけども、で、まあ、いろいろこう見ていくと、なぜ、今、ベスト10、ワースト10を大統領につけるのが、うん、まあ、ちょっと盛り上がってるかっていうと、そろそろブッシュも、この歴史の中に位置づける時期が来てるわけですよ。あ、なるほどね。はい。うんうん、で、いわゆる今、レイムダックっていうやつで、うん、もうどうでもいい大統領になりつつありますから、うん、で、多分この6年間のその業績から見て、あと2年で決定的な業績を出すとは思えないので、うん、そうですね。で、そろそろもう評価をしちゃっていいんじゃないかっていうノリがあってですね。ああ、早いんだ、気が早いんだ。早いな、お前らと思うんですけど、うんうん、まあ、それでまあ、歴代大統領を見ていくとですね、はい、まあ、ベストっていうのの話からした方がいいですね。なるほど。歴史上の大統領のベストっていうのはどんな人だと思いますか？
そうですね。まあ、よく言われるのはあれですよね。初代から始まって。はいはい。それから、節目のルーズベルト、リンカーンというところが、ね、まあ、定番としてきますよね。あれですよね。マウントラシュモアって山に大統領が掘ってもありますけど、はい、あの掘ってある人たちはまず絶対入りますよね。なるほど。はい。まず岩に大統領 の, その彫像が掘ってあるんですよね。はいはいはい。だサウスダコタでしたっけ、ダコタですね。ダコタですね、はい。サウスダコタですね。うん、とんでもない、何にもないところにあるんですよ、あそこ、うん。インディアンの人が住んでる居住地の中にあるんですけどね。ね、いないですもんね。行、うん、きましたけどね。うん、はい。まあ、近くでカスター将軍が全滅してるんですけど、うん、なぜか大統領の顔ってあってですね。だからまあ、ジョージ・ワシントンですよね。うん、それとまあ、ルーズベルトが掘ってあってね。うん、あとなきゃ、ジェファーソンかな、トーマス・ジェファーソンかな。うん、3代目だと。あとまあ、リンカーンですね。リンカーン。まあ、この人たちはなんで偉いかというと、まあ、アメリカを作った人と、憲法を作った人と、うん、まあ、リンカーンは奴隷制をなくした人ですよね。はあ、南北戦争に勝って。はい、で、セオドア・ルーズベルトって人はですね、うん、この人はアメリカを最初に世界一の大国にした人なんですね。うんうんうん、経済的にトップにした人ですね。で、この4人が入ってて、あとは入るのはルーズベルトのもう一人のルーズベルトですね。うん、フランクリン・ルーズベルトね。はい、この人は第二次世界大戦に勝ったのと、うん、世界大恐慌って、まあ、すざまじい不況が来た時にですね、それをニューディール政策っていう、まあ、公共事業のを使ってですね、解決したんで、うん、この人は入りますね。そうですね。あと入るとしたら、レーガンが入るかなと。うんうんうん、まあ、ケネディはあんまり何もしてないんですけど、うん、人気があるから入るかなみたいな。ケネディはね、まあ、専門家の評価はそんな高くないと言われますよね。ね、うん、ただやっぱり公民権運動のきっかけを作りましたからね、うんうん、要するに黒人の人 の, 人種的平等をの、まあ、実際に最後までやりませんでしたけど、死んじゃったから殺されたから、まあまあ、この辺が入ると、うん、じゃあワーストって誰なのかというとね、うん、僕もね、ほとんど知らない人ばっかりだったんですよ、うんうんうん、でこれ近所の人に聞くと、うん、あ、俺も知らないっていうね、アメリカの大統領の名前は大体知ってるんですよ、みんな覚えさせられるから、そうね、天皇陛下みたいな。名前しか知らない人たちなの、うん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 、結構みんな、うん、でそれって日本でもそうでしょ、うんね、覚えさせられるけど、結構名前だけの人たちっていますよね。日本はでもさ、昔じゃないからね、天皇、神武から始まってどうこうなんて今やらないわけでしょ。やらないですけどね、はい、それでまあ、どういう人が上がってるかって、中で一番有名なワーストの大統領はね、うん、誰でも知ってる人はニクソンですよ、うん、でこれは結構ね、難しいですね、うん、ニクソンって偉いこともしてるんですよね。まあ、そうですよね、まあ、僕らみたいにその政治の人間にとっては結構ニクソンはね、評価高いですよね、はい、国際政治では ね, ねだってこの人ソ連と核軍縮したし、うん、あと中国と国交を結びましたよ ね, そうですね。あとベトナム戦争もこの人は始めてないんだけど、この人は収拾をつけたでしょ。まあ、キッシンジャーと一緒にね。ねえ、うん、ベトナム戦争始まったのは民主党ですからね。まあ、そうですよね。ケネディ・ジョンソンですもんね。ジョンソンですよね。拡大路線はね。はい。で、この人は、まあ、ケツ拭ったという感じなんですが、だからこの人の場合には、なんていうか、ワーストっていうのは、ウォーターゲート事件をやっちゃったからですね。そうですね。国民を裏切ったと。うん、要するに、まあ、盗聴してしまったというですね。政府への、まあ、信頼を、まあ、失墜させるというか。そうなんですよ。政府に対するも信頼は、これで、もうアメリカ人この後全然回復してないですからね、うん、その後も。そうですね。でこの人は入ると、であとね、入る人でね、面白い人ね、ウィリアム・ハリスンっていう大統領がいるんですよ。ははでこの人9代なんで、すごく昔の大統領なんですけども、この人はなんで入ってるかっていうとですね、うんうん、大統領の就任式っていつも2月でしょ、はい、1月2月じゃないですか、1月ですね、うん、寒いですよね、うん、その時にね、うん、就任式に張り切りすぎてですね、うん、演説2時間やっちゃったんですよ寒いのにで風邪ひいてですね、うん、肺炎になって翌日から寝込んでですね、うん、就任式の、ええ、そのまま死んじゃったんですよ。なるほど。この人ね、うん、大統領になったのに、うん、就任式の挨拶以外何もしてない、何もしないという、うん、それでワーストに入ってるんですよ。これは結構エピソードとしては、はい、歴史の先生が、はい、一番受けるところだからはい、はい、これはそう言うんですよ。あ、そうなんですか、うん、アメリカ史ではね。あ、だけどね、僕思うんだけど、これは今回やったのって人気投票じゃないや、いろんな歴史家がやったんですか、こういうのは。これはね、集計はね、はい、まあ、一般の人にもやってるのはあるんですけど、この、歴史上のやつはですね、うん、歴史家80人かなんかに、聞いたっていうのは、まず基本的なデータがあるんですけど、これ、
1940年代からずっと歴史家たちが、うん、何度も何度もランキングをし続けてるんですよ。そういう好きなんですね、アメリカ人は。好きだよね。はい。で、それをね、US ニューズっていう雑誌がですね、うん、集計したんですけど、うん、別の集計結果も出てて、順位は雑誌によって違うんですよ。うん、データによって違ってくるんで、だいたいですね、うん、入ってる10人、ワースト10に入るのは、だいたいこの人たちで、これから紹介する人たちで、常連が結構いるんですよね。常連がいるんですよ、うん、で順位が入れ替わる程度なんですよ、うん、でね、結構いっぱい入ってるのはね、南北戦争の前の大統領たちがぞろぞろ入ってますね、うん、南北戦争、そうですね、リンカーン以外の、うん、南北戦争の前の大統領は、もうみんな入っててですね、うん、これはどういうことかというと、要するにアメリカ南北に分かれて大戦争をしたわけですけども。うんうん、要するに南軍がどん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 形成されていって、南部が要するにアメリカから独立して一つのなんていうか軍隊組織を作り出してですね、反乱を起こすのを全然止めなかった大統領たちってことで全員入ってるんですよ、これは。共和国の分裂をそのままにしておいたと。はい。で、南北戦争ってのはもう世界戦争史上でも最悪の死者を出してるぐらいですよね。第二次大戦が最悪ですけど、もちろん、そのベスト3か5かなんかに入るんですよね、死者数で。近代戦になって一応最悪の死者数ですよね。そうですね。内戦でこれだけ人死んでるわけですから、そうそうそう、ここは他いないですよね。一応責任者はワーストだという、ね、うん、ことですよね。まあ、責任取れよってことですけど、はい。で、面白い人はですね、うん、ハーディングっていう大統領がいるんですけど、この人は29代だから最近の大統領ですけれども、うん、この人はなんで入ってるかっていうとね、うん、やる気のない大統領だったんです。この人はね、うん、本当はね、遊び人なんですよ。はあ、で、本当はね、女とは博打とゴルフが好きな人なんですよ。なるほど。この人ね、1920年代の大統領。20年代。でも、ローリングトゥエンティーズだから、もう、アメリカ人みんなが遊んでた時代ですよ、ね。この頃はみんなもう、みんなジャズやってるんですよ。ジャズやってる。そういうの好きで、踊って、まあ、セックスして酒飲んでっていう時代でしたから。うんうんうん、90年代のクリントンと同じようなもんじゃないですか。いやー、でも、景気良かったじゃないですか。あ、景気良かったのか。景気良かったよ。はいはい、はい。20年代まで、29年まで。でもクリントンそんなにいい女とやってないですからね。ああ、いや、でも、の方はですね、イギリス大使館の大使の公使 の, あれ奥さんとかも平気だったですよ。え、誰がですか。いや、クリントン、クリントン。クリントンがですか。あ、そうなんですか。もうだって十何人ですよ。え、あ、そうなんですか。そうですよ、ね、でも話題になった人って鼻を整形したとんでもない人とかさ。あ、そう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 。そういうのもいますけどね。なかなかとんでもない人多かったじゃないですか。まあそれはいいんですけど、あの人名前忘れましたが、はい。ハーディングはね、この人はやっぱり現役中に死んじゃったんですけども、その時にあんまりにも浮気したんで、奥さんが毒殺したっていう噂まで立った人なんです。すごいですね。で、この閣僚全員がね、もう汚職に次ぐ汚職でですね、うん、もうぐちゃぐちゃの政権だったんですけど、まあ時代がそういう時代でみんなめちゃくちゃやってたんですけどもね。ただ、この人の前には名言を残しててですね、うん、僕なんか大統領に選んだ人たちが悪いんだよって言ってるんですよ。すごいこと。やりたくなかったのになとかね、ぶつぶつ言ってる人なんでね、ちょっと面白いんですけど、ね。面白いですね。まあ、あれですね、結局、そのなんていうか遠行びいきとかね、はいはい、仲間内の人をこう採用したりとかね、これこの人は友達の要するに起業家とかをですね、うん、どんどん閣僚に入れちゃったから汚職するに決まってるわけですよ。どっかの大統領と似てますよ。でもあ、そうなんですね。今の武士と似てるんですけどもね。ハリバートが大変なことになっちゃいましたけどね、はい、はい、でね、いつも最悪って言われてる人はね、ジェームス・ブキャナンっていう人がいまして、うん、この人はリンカーンの前の大統領なんですね。はははで、この人は完全に南北戦争を起こしてしまった人なんで、うん、これはまあどうしようもないと、うん、いうことなんですけども、でですね、ブッシュ大統領をじゃあこの中にどういうふうに置くかということが今言われてるわけですけども。どのぐらいのランキングになるかですよね。はい。うん、で、これはね、まずね、戦争に勝てなかったっていうのはこれはやばいだろうと。ああ、そうかそうか。そうするとね、もうまずワースト10には絶対入るんですね。もう10位入賞ですね。はい。で、まあ、調査結果によるとですね、うん、歴史学者のうちの8割が、まあ、ワースト10に入るだろうと言ってるんですよ、ブッシュは。はい、うん。で、そのうち 12%、歴史学者のうちの 12% は、うん、ワーストオブザワーストだって言ってるんですね。うん、じゃあトップじゃないですか、ワーストトップだと最悪になるだろうと。うん、で、最悪になる理由ってのはもういくつも今大変上がってるわけですけど、はいはい、まず改革を何もしてないんですね、この人、就任中に。歴史的なその、なんていうか、まあ、アメリカの方向性を、なんていうか、決めるような改革を一個も行っていないと、うん、要するに内政に関してはほとんど何もしてないと、本当そうですね、いうことが一つ言えるんですけども、うん、でもう一つは外交に関してですね、戦争全部負けてるということがありましてですね、でまずアフガンなんですが、うん、アフガン、チェイニー副大統領が行ってるときに基地攻撃されてますからね、うん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 、でタリバン元気だし、オサマ・ビン・ラディンもまだ元気で誕生会祝ったりしてるんですけど、うん、誕生日を、はい、でまあ、イラクの方はもう
イラクは敵がいないのに戦争に勝てないというすごい状況になってますね。敵が見えないから余計勝てないと。で、あの国って戦争してるって、じゃあ敵は誰って言ったら敵分かんないんです。分かんないな。でも勝てないでしょ。で、本当ですね。北朝鮮とイランに核兵器を持たせてしまったでしょ。持たせちゃったね。で、なおかつイランと核、まあイランはあれなんですけど、北朝鮮と妥協しようとしてるでしょ。うん、今ね。これもう多分最悪ですね、これ。最悪ですね。外交市場は。うん、ねえ。で、まあこれはまあトップじゃない、ワースとかに入るのはまあ確実だろうということでね、うん、言われてるんですが、ブッシュ自身はね、そんなことないよって言ってるんですよ。うん、あ、コメントしてるんですか、ブッシュも。ブッシュ自身はね、もう、要するにポールって言うんですけれども、人気が全然 20% 台が上がらないじゃないですか、支持率が。で、突然もう、いいよと、俺は現役中は人気なくていいって言ってるんですよ、この人。ああ、そうなんだ。コメントしてます、はっきりと。結構、いなってますね。はい、でね、俺はトルーマン大統領だって言ってるんですよ。何いきなりトルーマンになんか似せちゃうの？あのね、トルーマンってのは現役の時の人気はね、最悪だったんですって、やっぱり。ああ、そうですね。特にマッカーサー首切った時は最悪だったですよね。そうなんですよ。で、トルーマンが人気なかったっていうのは、第二次大戦が結構大変だったのに、大戦が終わってすぐにソ連を敵国として、要するに臨戦体制に持ってこうとしたんですね、アメリカを。で、もう戦争にみんな疲れてるから、冗談じゃねえよと、いうことで人気なかったんですけれども、ただ後から考えると、すぐに冷戦に、その備えたってことで評価されてるんですね、現在。だからブッシュもその、まあ、ドクトリンですけども、まあ、イスラムというものの脅威に対して、いち早く備えたと、強硬姿勢を取ったってことで評価されるんじゃないかな、俺もな、将来はって死んでからとか、いろいろ考えてるんで。将来の評価に期待するという意味で、トルーマン的なんだ。そうなんだ。言いたいわけね。だからもう、現役中は最悪の人気でいいよと。で、なんか将来俺は評価されるよって自分で言ってるんですけど、ね。自分で言ってる。自分で言うなよって。ただ、トルーマンってそんなにいい人かっていうとですね、この人、広島、長崎に原爆落とした男ですからね。そうですね、意思決定をね。ねえ、やっぱりね、長崎なんて全く落とす理由はなかったわけですから、まあ、武士と似てますね。全く意味のない爆撃とかやってるところはね。周りにやっぱり悪い奴がいたらアウトというのとは似てますよね、はい、トゥルーマンも武士もね。そうですね。まあ、武士の場合は、チェイニーってとんでもないのがいますからね。チェイニーが経営してた会社、とうとう、なんていうか、本社がですね、アメリカから出ちゃいましたからね。とんでもないですね、もう。本当に。でね。まあの歴史学者はね、ブッシュはね、誰と似てるかというとね、ポーク大統領と似てるって言ってるんですよ。で、なんでポーク大統領と似てるのかなっていう。これ19世紀の後半ですよね。この人はね、いわゆるあの米国戦争っていうですね、メキシコとアメリカの戦争をでっち上げた人なんですよ。で、メキシコとアメリカは全然敵対してなかったんですけど、その時は、つまりその頃ですね、カリフォルニアとかユタとかアメリカのですね、南西部って全部メキシコだったんですよ。アリゾナとかですね、ニューメキシコとかですね、オレゴンもそうか、テキサスも全部含めてですね、で、それが欲しくてたまらなかったんですね、このフォーク大統領は。欲しいからもう戦争しようってことで、戦争して乗っ取っちゃったんですよ。いわゆる事件をでっち上げてね。でっち上げて、メキシコからそのもうすごい、メキシコの国土の3分の1を乗っ取っちゃったんですよ。で、この人はその後ですね、リンカーンがその頃議会にいたんですけども、議員として、議会でですね、お前は戦争でっち上げたって言われた人なんですよ。それはポーク大統領だから、その歴史家の人たちは、まあ、ブッシュは第二のポーク大統領だねっていうふうに言ってるんですけどね。似てますね、確かにね。似てるんですよ。でね、みんな勘違いしてるところが結構あってね、ブッシュはね、共和党ですよね。はい、で共和党の人が、ね、戦争を起こした例って実はすごく少ないんですよ、アメリカって。そう言いますね、ほとんど民主党がやってますね、でベトナム戦争も実は民主党がやってますし、朝鮮戦争っていうか、まあ、冷戦も民主党がやってますし、第二次大戦も民主党がやってますからね、でこの米国戦争もそうなんですよ、そうですね、ほとんど民主党の人がやっててですね、で共和党が起こした戦争っていうのはですね、米西戦争とですね、あとブッシュの親父が起こした戦争ぐらいなんですね、結構だからあんまり慣れないことはしない方がいい。だから元々だからほら共和党は孤立主義だからね、はい、そうなんですよ。世間とも世界と関わりたくないというのが本来の共和党だから。そうなんですよ。民主党の方は結構ね、実は膨張するようなね体質があるんですけども、ね、正義を推するというかね、はい、そうなんですよ。だからね、意外とね、体質的にトルーマンが尊敬してるって言ったりね、意外と民主党的なんですね、ブッシュっていうのは。だからブッシュある意味じゃ民主党の悪いところと共和党の悪いところをなんか2つ合わせ持ったっていう感じする。それはそうなんですよ ね、その経済政策なんかに関しては共和党の悪い部分でのそのなんとか企業優遇みたいなことやってたりするんですけども、はい、でも、まあ、実
動車のビッグ3がもう崩壊寸前になってますからね、うん、これはもう経済政策に関してもブッシュは多分もう最悪ということになるんじゃないかと思いますけど、ワーストはかなり確率は高いということで、はい、今日のコラムの花道、カリフォルニア州バークレーから映画評論家町山智博さんに歴代アメリカ大統領ランキング伝えていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、明日は戦うコラムニスト勝谷雅彦さんです。TBS ラジオ